まあね、最強やから、うん、やっぱあれだよ、なんかウィッチ相手にティアマトマグナ打っても意味ないっていうのは分かったけどさ、そう、容赦なく消したけどやめません。え、あーもう面白い村多いな。クリア、クリア。ノーマル村がもうないね。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。でも、うん、UNO 自体好きやからさ、やりたいなとも思ったりするんやけど、あれほんと4人集めたいゲームやからさ。予言しよう、マナリアだ。マナリア、絶対マナリアだろ、これ。ああ、これで開脚飛んできたらもう俺は謝るよ、素直に。開脚の時だ、開脚、開脚の時だって言って、開脚飛んできたら俺はもう、もうそれは素直に謝るよ。ローテで開脚飛んでくんの今、知ってるか、混沌の流儀。そっち、とりあえず6ターン目にバハムートが出てくるぜ。まあまず熱く行こうぜってことで、修造は帰れ、修造は帰れ。さあまたさ、またデッキにいてほしい子引いたんだけど、やめて、じゃないで、ごめんなさい、ごめんなさい、怒らないで、怒る、謝るくらい、謝られるくらいだったら俺はもう引かないでほしいんだけど、来ないでほしいんだけど、デッキに行ってくれ、デッキで恩恵を受けるんだから、君は。人狼ジャッジメントすんげえ役職増えてるやん。懐けー、人狼ジャッジメント。うわマジか、ルーニー出てきちゃった、ルーニー出てきちゃったか、役職増えとってこれしょうがない、あのルーニー消えるか、あのルーニー消そう。新聞配達って何、消えろー、新聞配達とかいんの今、酔っ払い、ベーカリーにあのパン屋みたいな能力やないでしょ。あ、そうなんや。お、おかえり、多分ただに朝に新聞が配達されるだけでしょ、はいはい、ああ、じゃあその時もし新聞が配達されなかったら死んでるってことね。そう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 、多分だと思いますよ。新聞配達員は前からいたなってことは、パン屋と同じ能力だと思う。じゃあパン屋になる。これどこ乗るかな、それ言っちゃおしまいなんです。それ言っちゃおしまい。どこ乗るかな、パン屋いらんやん。だって正直言っていらない。でもパン屋いねえ、この役職というかあれに。え、じゃあパン屋がいない代わりに新聞配達、じゃあパン屋でええやん、それは。おお、グレアの来た。そうなんよ、そうなんよ。パン屋でええやん、パン屋も新聞配達。あー、次に20枚いくか、やばいな、能力はあんま変わらんのよ。じゃあいらんやんか、なんで出した。 あ、知恵の光やったらあれか、こういう流れ。あ、あ、リズ なんとなくまさかのリス。懐かしい、猫また黒猫、懐かしいね。恋人とかいるんやないですか。恋人もあるね、純愛者とかもある。いや、恋人は役職かぶりのやつやな。いや、恋人は多分あれ役職関係なくなる。占い師でも恋人になるし、霊能者でも恋人になるし。ちょっと一点が怖いから一点ちゃんと処理していこう。あれむずすぎ、道連れされるのマジで無理。マジで片方死んだらもう片方死ぬから嫌だ。無理無理。恋人が勝てば恋人あれだからね。まあね、最強やから。うん、やっぱあれだよ。なんかウィッチ相手にティアマトマグナ打っても意味ないっていうのは分かったけどさ、そう、容赦なく消したけどやめません。え？ああもう面白い村多いな。クリア、クリア。ノーマル村がもうないね。ないの？もうないね。もう全部寝た。寝た？ルーニーあれ溜まってない？人狼さんの市民、ルーニーもともと貯めて使う必要ない、ドローであれするだけ。あとはもうほぼ全部市民なしの役職だけとか。あれなかったでしたっけ、あの人狼付き、人狼付き、なんとか付きっていうか、それ多分生き量の能力じゃねえか。あの市民側なのに人狼の、ああ、あれが出るってやつ。いやー、もうイクシーのブラストとフェイタルバーンかあるのは。なんだろう。イクシーのブラストとフェイタルバーンが2枚。反逆の狂人。
飛躍の狂人ってそれただの市民じゃないの。めっちゃ記憶使うな。ああエキシードプラス2枚目反逆の狂人やばこれ。エレ出てくると、どうしようか。薬病がね、へえ、重いな。俺黒猫好きやったな。黒猫面白いね、立ち回り。黒猫って何でしたっけ？人狼側で、猫股が、うん、噛まれた時にその人狼をね、あの道連れにするけど、猫股は釣られた時に誰かを道連れにするから。めちゃ回復するやん。全部なかったことにされた。ドラゴンのこっちに綺麗になかったことにされたんだけど。できた。513って盤面に13ダメってえぐいけど。何？イクシオンブラストもう一枚持ってきな。イクシオンブラストもう一枚来たんだったら俺は甘じて死を受け入れよう。やっぱマナリアおかしいんだよな。じゃあな、ミスキューちゃん。お前かおかしいよ、ね、フェイタルバーン。ワークやりたいな。ワークゲーのターンでし、これは死んでたのか。ワークゲーやろ、みんなでワークゲー。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。